はい、ピースケでサックスペアやっていきますということで、帰宅しました。打ってつなげろぷよくえマッチが、明太明けから4時からですね、開催中となっております。でぷよを消して、報酬獲得しようサタンが登場です。はい、誰ちょツイッターでね、お知らせ見まして、あの公式のねドラコというのが来てるというのを見てちょっとねそわそわしてたんですけど、はい、やっと帰ってきて見ました。新キャラっすね。新キャラのドラコが、追加になってます。でサタンさんが報酬です。はい、でぷよぷよができるスタジアムとなってます。まあ多分北斗とかと似たような感じなのかなと思います。はい、でこれどうやってやるのかちょっと分かんないんだけど、うん、まあまあやってみよう後で。はい、でファイヤーアイスストームバー、ああなるほどね、持ってるイベキャラで使える技があるんだ。あ、じゃあやっぱみんな持ってた方がいいっちゃいいんだね。はい、でまあ特攻ボーナスで一応3体、こんな感じでボーナスついてますよって感じです。いっぱい持ってる方が増えるのかな、一番高いのだけなのかな。どうなんだろう、ちょっとわかんない。はい、でドラコさんです。ドラコさんがちょっと俺ぷよぷよのキャラあんまわかんないですけど、守備打撃の、思考の遊撃手ということで、もう完全田中山ですね。はい、テーブルちょっと違うらしいんですけど、守備上限と、思考の遊撃手のとこまで、あと得意練習も一緒なので、まあ、ほぼほぼ代わりということで、作ったキャラなのかなというふうに思います。でドラコがめちゃめちゃ確定になってて、 PSR がもらえるっていう、状況になってます。ちょっとこれは引きたいかなと思います。はい、後ほどですね。なのでアミティはね我慢した分、ちょっとあの思考の遊撃手はね、まあ、誰が来るか分かんなかったですけど、来たら引こうっていうのは、思ってた感じなので引きたいと思います。でまあ一応打撃守備なので、まあアスレーでもまあ適正競技がよっぽどクソじゃなければ、はい、使えるかなと思いますんで、はい、行きたいと思います。あ、で虹谷報酬ですね、うん、持ってない人はここまで頑張っていいかなっていうふうに思います。はい、まあでもぷよぷよと並行してやれば勝手になるかな。あ、でもそっか逆に虹谷欲しくてサタン別に欲しくない人はちょっとしんどいかもね。はい、でぷよぷよです。はい、これ打つと消えるってことになるのかな。ちょっと今やってみます、後でやってみます。はいはい、俺今 PR なので両方、PR までは技使えるよって感じです。あ、アザース、 PR ハゲゾアザース、 R ハゲゾアザース。あ、結構 PR ハゲゾもらえるじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。ありがとうございます、ありがとうございます。ランダム報酬は、あ、チョコとかあるね。チョコとカロバが嬉しいかな。まあ、あとプラゲーはね覚醒全然足りないので欲しいですよねって感じです。はい、ちょっとこれはまあドラコ来たのでちょっと行けるとこまで行こうかなと思います。でサタンが、1位だと50確定、50だと強いんだよね、まあ、45以上行けば結構いいかなと思うんですけど、あ、10位まで確定か。 PSR チケットが1枚違うだけなので、はい、トップ10は、まあでもトップ10はもうみんな全部両方引きないと無理かなっていう気はしますが、はい。で、5枚、4枚、100位で46確定かな。はい、って感じです。100位目指せるかな。まあ、ちょっとね、ボーナス具合がどんぐらい作用するのかちょっとわかんないんですけど。なるほどね。サタンが結構。ここが使えてれば結構いけるのかな。どういう感じなのかわかんないんだけど、あ、選ぶのか、自分で選ぶから、まあ一番強いやつを選べばいいのかな、ちょっとわかんないね。緑ぷよ全部消す、どれが強いのかわかんない。緑ぷよ全部青に変える、あー使い分け系か。なのでやっぱみんな持ってた方がいいっちゃいいけど、まあ無理はなさらずって感じかな。まあどっちかというとボーナスの方が大事ですね。はい、ということで後ほどこちら引いていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。皆さんピースな一日をお過ごしください。バイバイ。